若さまと一緒にいる時間はいつもふわふわしてて気持ちいいな。薬湯がよく効いたみたいで、もう全然痛くないよ。これで若さまと丹炎を心配させないでいいね。ねえ、今の僕って頼りがいあるかな。今の僕は兄を守れるかな。子供だからって甘く見ないでね。僕は一人で何だってできるんだから。僕は一人で大丈夫だからさ、手助けは無用だよ。ふん、僕たちの前に立ちふさがったのが運の月だね。すっごく痛いの。うわー。僕は泣かないぞ。兄の手本になるんだから。それ僕の酒入り爆弾をくらえ。子供だからって甘く見ないでよ。丹炎と一緒がいいかな。僕と丹炎は兄弟でね、僕の方が弟で丹炎が兄だよ。けどね、お世話を焼くのは僕の方なんだよ。えへへ、若さまは知ってるかな。あなたがいない間、僕一人でいろんなことしてたんだよ。服は自分で着たし、髪も自分で結ったよ。あと布団もちゃんと畳んだんだよ。暗闇なんて僕は全然怖くないんだ。一人で寝られるし。わあ、ちょっと若さま、いきなり明かりを消さないでよ。わーい、これ欲しかったんだ。若さま、どうもありがとう。必ずお返しするからね。ありがとう。ごふん、僕は成熟した子供だからちゃんとお返しするね。好きなだけつついていいよ。僕は大丈夫だからさ。でも丹炎には手を出さないでよ。もし兄を泣かせたら僕は邪魔しないでよ。僕は忙しいんだからね。懐にある爆弾？悪者を退治するため用意したんだ。当然だよね。僕の新たなおもちゃ、酒粕マイマシンガンだよ。僕が一人で改造したんだ。若様も食べたいの？だったら半分あげるよ。僕お菓子はそんなに好きじゃないので。若様はみんなに実力を認められてていいな。僕もそんな風になりたい。